プロトンは、旧ソ連で開発された打ち上げ用ロケットである。別名として、UR-500、DE-1、SL-12、SL-13 SL などが存在する。オークブ -52 が重 i c b m として設計、N2O4 と o ブを用いた液体ロケットへエンジンを使用する。ソユーズ L1 計画では、無人のテスト機であるゾンドの打ち上げに使われた。 有人月探査計画の中止後は、その大推力を活かし、惑星探査機やサリュート、ミール、国際宇宙ステーション等を打ち上げ、現在も、静止衛星の商業打ち上げなどに使用されている。すべてのプロトンロケットは、モスクワにある、クルニチェフ国家研究生産宇宙センターの工場で、製造されている。バイコネール宇宙基地で組み立てられ、 横倒しのまま鉄道で車点まで運ばれてから垂直に立てられる。車点はバイコヌール宇宙基地200番車点が使用されている。2013年3月の報道によればアンガラロケットがデビューし打ち上げ成功率に一定の目処がついた2020年以降には有毒な推進薬を使うプロトンロケットは退役させる方針が示された。プロトンロケットの商用販売は インターナショナルローンチサービス社が行っている。これは、ロシア企業、クルニチェフとエネルギア、米企業ロッキードマーティンの間に設立された企業で、世界でのプロトンロケットを使用した人工衛星の打ち上げの権利を保有している。プロトンロケットには、3段式、または4段式のタイプがある。1段目は一見すると、 コアステージの周りを補助ロケットが囲んでいるようだが、中心部はそこにエンジンを持たない単なる酸化剤タンクで、その周囲を RD-253 エンジンを装備した6本の燃料タンクが囲んだ特有の構造を持つ。1965年7月16日から翌66年7月6日までに4機打ち上げられた初期型は、 RD-253 エンジン6機の1段目と RD-0210 エンジン4機の2段目を持つ2段式であったが、プロトン系からは RD-0212 エンジン1機の3段目を持つ構成になっている。3段式のプロトン系は、主に低軌道の人工衛星打ち上げようとして使われる。ルナ計画やゾンド計画、その他の正式軌道。 またはそれを超える軌道への投入計画には N1 ロケット5段目として開発されたブロック D を加えた4段式のプロトン系ブロック D が使われるを使用。4段式のプロトン系は静止トランスファー軌道に約4.8トンの打ち上げ能力を持つ。プロトン M ブリーズ M はプロトン系の改良型で2001年4月にデビューした。フェアリングを5メートルに大型化し、 一段エンジンの水力を増強するとともに飛行制御システムをデジタル化した、また四段目もブリーズ M に変更、打ち上げ能力も静止トランスファー軌道に約5.5トンにまで向上した。なお、2007年7月には機体を軽量化するなどして、打ち上げ能力を強化した増強型プロトン M がデビューした。プロトン系プロトン系は、 燃料として、非対称ジメチルヒドラジンと酸化剤として四酸化に窒素を使用する。この組み合わせは接触するだけで燃焼するため、点火装置が不要で、常温で保管できる。これにより低温設備が不要となり、長期間発射台に配備することが可能になる。これは、蒸発によって推進剤が逃げていく低温燃料エンジンとは対照的である。 ハイパーゴリック推進剤は腐食性があり、毒性があるので、取り扱いには最新の注意を払う必要があり、高度に訓練された作業者によって扱われる必要がある。任務によっては、様々な形式の4段目が追加される。最も単純なブロック D は、惑星探査ミッションに使われた。ブロック D は飛行制御を探査機に依存しており、誘導装置を持たない。 三種類のブロック DM 派生型は高軌道への打ち上げに使用された。ブロック D、DM の燃料はエンジンの周囲、酸化剤タンクの後方に設置されたドーナツ型のタンクに貯蔵されるという珍しい方式であった。45年間使われてきたプロトン K は2012年3月30日に310機目となる最後の打ち上げが行われた。 打ち上げを待つプロトン M プロトン M は最新式のバージョンで33.2トンの重量物を静止軌道へ投入、もしくは5.5トンの重量物を静止トランスファー軌道へ投入する。低軌道には最大22トンまでを国際宇宙ステーションの周回する51.6度の軌道傾斜角に投入できる。プロトン M の改良点は1段目の構造重量を減らし、 水力を増強して水深剤を完全に使うようにしたことである。全体的にブロック D やブロック DM の代わりに貯蔵可能な水深剤を使用するブリーズ M を上段に使用することによって複数の燃料の供給の必要性や液体酸素の蒸発の問題を解消した。プロトニ M もブロック DM を上段に使用する。外国製の部材の使用の削減にも注力した。 2007年7月7日に、ILS は Direct TV-10 衛星を乗せた最初のプロトンブリーズ M エンハンスドを打ち上げ軌道に投入した。これは326番目のプロトンの打ち上げで、16番目のプロトン M、ブリーズ M の打ち上げでもあり、41回目の ILS によるプロトン打ち上げでもある。プロトン M エンハンスドの特徴は高効率のエンジンを1段目に、 搭載し、航空電子機器を更新し、タンクを増量して、より強力なバーニアエンジンを、ブリーズ M 上段に備えて、重量を軽減したことである。2013年7月2日に3機のグラネス衛星を搭載して打ち上げたが、発射直後に問題が発生し、制御が失われた、プロトン M は蛇行した後に、横方向に飛行して、空中分解し、 発射台から 2.5km の距離の地表に墜落した。発射17秒後にエンジンの緊急停止コマンドを送信したが、このコマンドは、車上保護のために42秒後まで受け付けられない、仕様になっており、機能しなかった。2014年5月16日、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた、プロトンは、打ち上げ545秒後に制御用エンジンが故障。 太平洋上で炎上して墜落した。ありがとうございます。